こんにちは、オーディニオンクリエイトのセナです。今回紹介するのはサウンドペイントというサンプルエンジンと1928ヴィンテージグランドスタンウェイというフリー音源です。サウンドペイントはいわゆる 8DO と呼ばれるブラックノワール社が作った、コンタクトや UVI ワークステーションのようなサンプルエンジンで、専用の音源を読み込んでその中のインターフェースで音作りをするというものです。で実際、コンタクトにはコンタクトプレイヤー、 UVI には UVI ワークステーションという無料でダウンロードできるサンプルエンジンがあると思います。まあそれに対抗してかどうかは知りませんけれども、ブラックノワール社もこういった、強力なサンプルエンジンを開発したということだと思います。そしてこのサウンドペイントのすごいのが、すごく音質がいいという部分です。正確に言うとサウンドペイント専用の音源が恐ろしく音質がいいという、そういう感じなんですけれども、で今回は、このサウンドペイント社のフリー音源を2回に分けて紹介したいと思います。まずは、1928ヴィンテージグランドスタンウェイという、ピアノ音源からです。で2つ前の動画で最強の、ピアノフリー音源モンスターピアノっていうのを紹介したんですけれども、まあ、モンスターピアノはポップス、バラード、あとまあジャズとかロックとか、まあ、何にでも合う汎用性が高いっていう、そういった感じのピアノ音源だったと思います。で今回紹介する1928ヴィンテージグランドスタンウェイというのは、汎用性が高いというよりは、ピアノ単体の、曲であったりとか、使用方法でいろんなジャンルの、高級音源になるという、そういった感じですね。まあいろいろ言っててもあれなので、少しずつではあるんですけれども、音色を聞いていってください。で最初はですね、幻想的な音色からちょっと紹介したいと思います。すごく適当に弾いていくんですけれども、まあ、それでもいい音色だというのが分かってもらえると思います。まあ、こういう感じのであったりとか、あとこれがグッドドリームスっていう、名前がついている音色ですね。こういう幻想系がすごく得意な、音源だと思います。で、普通のピアノ音源なんですけれども、これが、メイン2マイク TF っていう、音色名になってるんですけれども、これが普通のですね、この1928スタンウェイの普通の音色だと思いますね。でこれの、シネマティックバージョンみたいなのがあるんですけど、
こういう感じの色ですね。で、面白いので、アルペジエーターを、使用した、そういった音色があるんですけれども。まあ、こういった感じの、まあ、これもいろんな使い方ができると思います。これほっといてもですね、こう、ごめんなさい。こういうふうにして押すだけで、ほっといてもアルペジエーターが起動するっていう感じのものなので、非常にまあ使い勝手もいいのかなと。メインダーク TF という音色ですね。まあ、ちょっとこういったアンビエント系のものも動かします。僕が結構好きなのがこのメインレイン TF っていう音色なんですけど、これも幻想的で、これもアンビエント風なんですけれども、結構いろんな感じで使えると思いますね。もうちょいだけ、ですね、リバース系ですね。こういうリバース系のものもしっかり入ってたりとか、ちょっとヴィンテージっぽい VHS バイブスっていうんです。こういうなんかテープが伸びきったような、そういった面白い音色も入ってたりとかしますね。他にはですね、これもいい音色ですね。メインヴィンテージ TF ってやつなんですけど、でも高音質ですごくいい音色だと思いますね。あとはまあ、最後にですね、こういうのもあります。スタッカート。
これ今ディレイかかってて、こういう反射っていうかね、なってるんですけれども、本当にまあドパッと押してももうスタッカートっていう感じの音色が入ってたりとか、あとまあ最後にですね、ドローン系ですね。まあ、ちょっとおどろしいんですけれども、まあ、これもアンビエントであったりとか、ホラー系であったりとか、まあ、そういう、まあ、ちょっと変わった音色として使えると思います。まあ、ざっと聞いただけでもですね、非常に品格があるというか、この高音質なのがすごくよくわかる音色だったんじゃないかなと思います。で、ここまでですね、1928ヴィンテージグランドスタンウェイのこのフリーの音源の音色っていうのを紹介してきたんですけれども、サンプルエンジンの、操作性とか簡単なまあ仕様とかそういったものを説明していないので、まあ、その辺を簡単なんですけれども、ざっと紹介したいと思います。ここのところが、こういうベースとかブラスとかコーラスとか、あとドラムとか、まあいろいろと楽器ごとにざーっと分かれていて、で、まあ例えばベースをこうクリックするとベースの音色がずらーっと出てくるというね、まあそういうような形になってます。で、僕は今のところフリー音源しかダウンロードしていないので、このフリー音源のこの部分しか点灯していないという。だから例えば、ブラスの音源を買ったらここが点灯するようになるということだと思いますね。結構安いので、まあ、しかも高音質っていうのもあるので、少しずつ買っていこうとは思ってます。で、このプログラムっていうのが音色で、このパートっていうのがですね、ここにですね、1、2、3、4、こっち側に5、6、7、8というふうに枠があるんですけれども、例えば、ここでピアノの音色を選択する。で、1のところで、このギターエンジェルというこの音色を選択するという形にすると、例えば、まあ、この2つが合成されて1個の音色になるというふうになってます。それが要するに12345678と、8つ、このパートをですね、ここにはめ込んで1個の音色を作ることができると。まあ、8つもこれ必要なのかなとは思うんですけれども、まあこういった形になってます。これモーフィングなんだと思うんですけど、例えばここのところですね、を押すと、で、これまあ今0にして、0ですね、して、で、これこっちが向いてると思うんですけど、この場合、鳴らすと今ピアノしか鳴らないわけです。で、これを少しずつこっち側に持っていくと、この左側のギターの音色が少しずつこうなってくると、まあ、こういうふうに合成していくっていう、そういう合成の仕方もあるということですね。まあ、いろんなやり方があると思うんですけど、このモーフィングに関してはそういった形になってます。あとは、このラックってあるんですけど、まあ、これはですね、このセレクトのところをクリックしてもらうといろいろ出てくるんですけど、エフェクト、まあ、何を使うか、
LFO は、何にするか、ADSL をどうするかとかね、まあ、いろんなものが出てきます。でそれをクリックして、それを選択して、操作していくという、そういった形になっています。ここの、エフェクトの部分も、何を選択して、まあ、例えばディレイだったらディレイを選択する、 EQ を選択するっていうふうな形にして、これもずらーっとこういうふうにいろいろと 1,2,3,4,5,6,7 個ですかね、選択ができるので、結構あの高音質でいいと思います。あのいろいろとちょっと遊んでみたんですけれども、非常に高音質なエフェクト類だと思いますので、いいと思います。あとはここがアルペジエーターですね。これをまあオンにして、いろいろこうここの部分をまあ変えてやると、いろんな形でアルペジエーターが使用できるという、そういった形になってます。あとはまあそうだな、このサーチの部分はまあわかると思うんですけど、ここにベースっていうふうに入れて、ここのプログラムのところでベースって入れると、音色の部分でベースがずらーっと並んでくる、パートの部分でベースって入れると、ここにはめ込むこのベースのやつがずらーっと出てくるっていう、まあ、検索がまあいろいろとできるという、まあ、検索方法については他にもなんかあるらしいので、まあ、そこら辺の、まあ、詳しいところっていうのはね、公式の YouTube をですね、まあ、見てもらって、確認してください。あとはまあ本当に簡単な、上の方はまあボリュームとかパンとかトーンとかピッチとかが変更できますよっていう、まあ、そういう感じですね。本当にまあ簡単なんですけれども、まあ、詳しい部分はこのサウンドペイントの YouTube をですね、見ていただいて、設定とかいろんなものを、まあ、確認してくださいという感じです。まあ、今回、このサウンドペイント と、1928ヴィンテージグランドスタンウェイというフリー音源を紹介していきました。で、2回目もですね、このサウンドペイントの、さっきですねちょこっとあったのフリーエンジェルとかフリー ASMR とかね、フリーホームとかこのアンビエンスとか、ちょっとここら辺の部分も、音色を紹介していきたいと思います。で、このサウンドペイントに関しても、この、音色に関しても、本当に全部無料で、まあ、これがタダで手に入るっていうのはすごいと思います。僕はあの DTM 始めて10年ちょいなんですけれども、こんな高音質な、ものが、こういうふうにまあ手に入るってすごい時代だなと思いますので、ぜひともダウンロードしていろいろと遊んでみてほしいなと思います。また概要欄の方からですね、ダウンロード URL を貼っておきますので、そちらの方からダウンロードしてください。ピアノが弾けない人も適当に弾いてるだけでですね、世界観をすごく感じるようなものになってると思うので、ぜひともダウンロードして遊んでほしいなと思います。で、この、動画が良かったと思ったら、高評価、あとチャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいです。ということで、今回はこれで。では、また。